大島き今日は先週末金曜日に公開された映画、激怒についてということなんですがはいこちら、ぜひ永井さんにも見ていただきたいなと思っているんですけれども、<laughs> もも永井さん先週の YouTube はご覧になったんですか マジっすか見ます、はい、そうなんだ先週の「高野さんを怒らせたいの」あの事後報告を僕したんですよ「ラジオで喋っちゃいました、はい、すいません」って言ったら「知ってるよ」って LINE が来て <laughs> あの「バイト先の居酒屋の店長が文化放送好きだから教えてくれたよ」って LINE が来ました。<laughs> <laughs> ありがとうございますつも聞いてくださってありがとうございます。という感じで、えー、今回は「ですね激怒」という映画をご紹介するんですけれども <laughs> いつもねこれ僕言い忘れちゃうんですけどあの R 指定の作品僕ガンガン紹介してるんですけど今回も R15 です。なので見れる人限られていますけれどもあの100分でサクッと見れるのでぜひ<ー>見ていただきたいでジャンルでいうと、えー、バイオレンス・ディストピア・ムービーという感じですね、うん、でバイオレンスは暴力です、えー、で主人公がですね暴力刑事です。 <laughs> えー、正義感が強すぎてですね、えー、暴力を振るってしまう警察官のおじさんですね、えー、その人がバイオレンスの部分を担っているとじゃあディストピアって何かっていうとディストピアって分かります何かこうもう終わった世界というかしんどい世界絶望的なな世界、ね、なんかドラえもんのようなこう明るい未来ではなくてですね えー、悪い未来良くない未来を描いた作品というジャンルなんですけれども、うんえー、そのディストピアっていうのがどんなディストピアかというとですね一見いい世界なんですよ、うん、その安心安全みんなの常識でみんなの平和を守ろうみたいな張り紙がいっぱいしてあったりとかなんかアナウンスが。 そういう声に出してずっと流れていたりとかするっていう <laughs> で。でその世界にこの暴力刑事がですね適用できなくてですね、えー、まあ、正義感が強すぎるがゆえにその強硬なことをしてしまって、でアメリカに治療で飛ばされるんですね。うん、でちょっとね異常な治療とかを受けたりして。 ししましたみたいな感じで日本に戻ってくるとその安心安全ディストピア社会みたいなものがさらに加速してしまっていてで彼の仲間たちがですねえなんか不当に差別されたりとか不当に抑圧加害いじめられたりとかしているのに彼が耐えきれなくなって爆発してその時の権力者たちに暴力を振るうていうだけの話なんですけれどもこのディストピア描写がですね非常に何というかですね居心地が悪いけどありえるんだよなって。 っていう感じなんですよね、うん、で例えばですね彼がアメリカから帰ってきてあてがわれたその自宅1人暮らししてる自宅に入って自宅の中ででタバコを吸おうとすするんですよ、うん、そしたらその仲間の警官彼の世話役みたいになってる警官からその瞬間に火をつけた瞬間に電話かかってきて「すいませんこの町内は全面禁煙なんで」って<ー>言われるんですよ。いやいやいや プライベートの場所ですけど、みたいなえ監視カメラでもあんのかって言ったら、いや、全部の部屋にその火災報知器がついてて、それで分かっちゃうんですよ、タバコやめてください、僕が怒られるんでとかで、一時が万事、もうそんな感じで、あのー、普通にみんながただお酒飲んでるだけで自警団みたいな人が踏み込んできてですね、ね、うん、汚らわしいからやめろとか言ったりとか、うそういうふうな社会がどんどん進んでいってしまっていると。でまあ、まさにこれは 本当に今ある社会というか、今本当に日本で進んでいってることだなと思うんですけども、うん、これの、えー、結構インディペンデントな低予算の映画なんですけれども、うん、それの脚本と企画と、えー、監督が高橋良樹さんという、ですね今、手元に写真がありますけれども。 えー、映画ライター、まあ、ほとんど評論家と言っていいかなと思いますでアートディレクターでいろんな映画の美術とかポスターとか映画雑誌のデザインとかも手掛けられている方なんですけれども、うん、この人ディストピアの専門家なんですね <laughs> ディストピアの専門家 <laughs> は個、い、々 <laughs> の東西いろいろある例えば1984年とか、うん、ジョージ・オーウェルの傑作ありますけれどもジジ、うん、そういうのに代表されるディストピア映画だけで一冊丸々本書いてるような。 方な,んですよなのでディストピアあるあるが詰め込まれまくっていてでしかも今の日本とか東京とかになぞらえたことがすごくたくさん出てきまして、まあ、僕ら、まあ、特にこの番組を聞いてるような方とかこの番組のスタジオ部員の方とかはすごく共感する部分が大きいんじゃないかなと思います。 思いますね確かに今、なんか中身聞いたらありえるっておっしゃってることがちょっとわかるような、ねうん、感じますね,そうですね安心安全っていう言葉を掲げた上で、うん、何かすごい加害が起きてる翌月が起きてるっていう状況ってやっぱりありそうだしでこれは何ですかスカッと系っていうわけでもきっとないんですよね、それを破壊してくれる刑事、えっと、ありがとうみたいな、うんはい。最後はその時の時ね 安心安全を掲げる権力者を、まあ、ぶん殴って終わるんですけども、うん、そこはスカッとするんですけれども <laughs> まあくまでこう映画は。 現実の代理戦争だっていうことを思い出させてくれるというかう現実で権力者をまあ殴っちゃいけないわけですよでそれは民主主義でやんなきゃいけないわけですけれども、まあ、権力者が民主主義取ってないじゃんっていう時にこういう映画が存在してよかったなって僕はすごく思いますし、まあ、この作品の、ね、作り手の人たちの思想心情とかを、まあ、勝手に語るのも野暮なので、まあ、ぼかしますけど某自民党であるとか、まあ、某石原都政であるとかね, <laughs> ねあの非常にねぼかして言いますけれども <laughs> そういったものに対するこう なんか直接的な政治的メッセージみたいなものをはらんだ映画作品でしかも芯が通ってるものって今非常に日本で珍しくてですね<ー>無意識にはんんじゃってるるみたいなダサい対策とかよよくあるんですしかし意識的に盛り込んでしかもエンタメにしている作品っていうのは非常に珍しいなと思いましてうん、うん、すごく。 あの信頼できる作品だなと思いましたし単純に100分でスカッとできますし日常の居心地の悪さっていうのも思い出させてくれる作品なのですすごくおすすめです、はい、この映画、激怒は先週の金曜日から公開されていますと、はい、非常に好評でですねもう満席のところとかも結構出てるみたいです、はい、東京では池袋シネマロサ、新宿武蔵野館横浜はシネマジャックベティなどで公開中ということです。 大島康幸の大島が推しますこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルぜひチェックしてください